サウディーカップ小島誠也のサッカー日記 in バンコク Vlog、 今日も始めていきたいなと思います。まずはいつも通り朝日を浴びて体を起こしていきたいなと思います。今現在のバンコクの気温はだいたい25度ぐらいですね。朝方はすごく冷え込むのですごく肌寒く感じます。まあ、25度といっても、まあ、日本からしたらすごいあったかいんですけど、今日中37度とかある中から25度なのですごく肌寒く感じて寒ってなります。おはようございます。今6時35分今日も Vlog 撮っていきたいなと思います。バンコクは今すごく寒くなっていて、とはいっても25度前後なんですけど、まあ普段35度ぐらいあるところから10度下がるだけでめちゃくちゃ寒く感じます。なので今日はちょっとしっかりと体を温めてから朝練行きたいなと思います。行ってきます。まずはお決まりのシャワーを浴びながら歯磨きをしてしっかりと髪の毛乾かして、まあ、基本的に見た目から入るタイプなのでまずは見た目をしっかりと整えてから朝食を食べたいと思います。まあ大体朝練の時はシリアルを食べる、まあオートミールを食べるんですけど、僕はあったかいオートミールが好きなので牛乳を入れて1分半温めます。まあ温かいものを食べることによって、まあ、胃に優しいので吸収率もいいですし、あまりこう胃に負担がかからないようなものを朝練の前は食べるようにしています。まあ、ナッツ系とかヨーグルト、あとは蜂蜜とか、まあ、お好みでジャムなんかも入れるとすごく美味しいです。で、まあ、料理が苦手な僕にとってはもう調理時間 2,3 分なのでめちゃめちゃ簡単です。これにプラスコーヒーとか、まあ、たまにプロテインとかもね、一緒に飲んだりしてます。いつもの朝飯こんな感じ。バナナも入れました。今日はバナナも加えて、うん、また違うアクセントを加えています。うん、まあ、バナナを食べることによってエネルギーとかしっかりと栄養補給にもなるので、バナナもいいですね。では朝練行ってきます。デニス、モーニング。今日はチームメイトのデニスが自分のバイクが壊れたということで一緒に行きます。 Yes, for life. コーヒーな。彼がデニスです。Morning coffee always before training. Very important. Morning coffee. You crazy, huh? A bit. Okay. I show Hawaii life, football life, and then overseas life for next generation. Oh, nice. Let's go. Let's go. 彼は僕の一個下で、スペイン人のセンターバックでございます。彼が怪我から復帰してすごくチームが安定して勝利を重ねることができたのでチームには欠かせない選手ですね。基本的に外国人との会話は英語で、タイ人との会話は英語とタイ語を交えながら会話をしています。海外に出ると基本的にはまあ外国語を覚えられるので、まあ、その辺がすごくメリットなんじゃないかなと思います。まあ、僕もすでにタイ語と英語は日常会話困らないぐらい喋れるようになったので、まあ、そこはすごく人として成長できたかなと思うところの一つです。さあジムに着いたので、ジムトレーニングやっていきたいなと思います。筋トレやった後しっかりとバランストレーニングをしてよりサッカーに近い筋肉に、
育てていきます。朝練終わって帰ってきました。昼ご飯は今日はデリバリーをして、食べたらすぐ寝たいなと思っているので、やっぱりね、朝早く起きて筋トレがっつりやってから帰ってくると疲れるので、一旦睡眠をとって体の回復を促してあげるとともに、ご飯を食べた後寝ることによって消化を助けてあげる効果もあります。今は自分で買ったプロテインを飲んでいますが、後期が始まる前にはチームからプロテインが提供されるということなので、それもすごく楽しみにしています。この時期タイはすごく乾燥している時期、乾季、乾燥する時期と書いて乾季なので、すごく洗濯物とかね、いろいろと乾きやすいです。さらにすごくしやすい時期となっているので、旅行には適しています。今デリバリーを頼んでご飯が届きました。お昼ご飯です。今日はがっつりタイ料理をデリバリーしました。これはガッパオムーコ、前回Vlog でね紹介したご飯です。さあ、ご飯を食べて昼寝をしたら、準備を、練習に行く準備をしていきたいなと思います。タイのクラブは結構練習着がカラフルなとこが多いですね。僕たちが今持っているのはピンクとグリーンとイエローなんですけど、チームカラーは水色、黄色で、サードユニフォームがグリーンという形なんですけど、本当に練習着もカラフルな感じで、結構そういうチームが多いですね。今まで所属したチームもカラフルな練習着が多かったです。で、今アシックス、日本の渋谷カモ店で買ったアシックスのスパイクを履いてるんですけど、初めて履いたスパイクなので、ちょっと靴ずれが起こったりもするので、ワセリンをしっかりと練習前に塗ってからスパイク履いてます。すごく履きやすいですね。僕が今までいろいろアディダスとかプーマとかアシックスじゃない、ミズノとかいろいろ履いてきましたけど、非常にアシックスは走りやすい、90分間走ってもなかなか足が疲れない、足の裏とかも疲れないような構造になっているので、すごく履きやすい、スパイクの一つです。ここが僕たちアリタイの練習場です。 Oh my god. You mean like this? Yes. And the ball here? And... But very hard though.今までサッカーを始めてから、the people can come to see the stadium 25%。サッカーでタイに来てから10年間、今まで靴紐が一度もほどけたことないんですけど、今結んでいる結び方が簡単な上にほどけない結び方です。これちょっと後で、YouTube ショートとかでも流すので、ぜひ皆さん見てください。練習が終わって帰ってきました。グラウンドから家まで 2,3 分なので、グラウンドでシャワーを浴びず、家に帰ってきてからシャワーを浴びてるようにしています。プロテインでしっかりと栄養をとって、バナナも食って、で今日はもう一つの家族が住んでる家の方に帰って寝る予定なので、この後すぐ飯を食ったら帰ります。では皆さん、今日もご視聴していただきありがとうございました。気になる点とかがあったら、コメント欄にコメントしてください。そして、チャンネル登録、グッドボタンも忘れずによろしくお願いします。ちょっと小腹が空いたので、帰り道に焼き鳥を食べて、帰りたいと思います。では皆さん、また次回会いましょう。バイバーイ。